全てを一気に語るには私がこの海を漂った時間はあまりにも長い年月、私が骸骨であることと影がないこととは全く別のこの話なんです。俺たちはある場所に3日後に集合する約束をしてた。それがこのざま。これは俺たちだけに向けられたメッセージ。焦っても今の俺たちや新世界は駆け上がらねえ。人型の根を持つこの植物は頭上を通る獲物に飛びつき絡みつく。そしていや待てけ、その鼻先の球根は直径3メートルにわたり強力な衝撃波を。みんなが私を追ってきてくれても命を落とす結果になる。絶対にかなわない伝説の海賊、これだけ言っておきます。必ず助けに来て。この島の奴ら見た目で判断してたけど、よく考えてみれば武器もやたら機械的だし、見た目頭悪そうな部族だけど、実はすげえ文化水準の高い国だ。ここは学べることが多い。俺は知ってた、 TD が出回ってるからな。あいつは今輝いてんのよ。暗く静かな霧の海から歓声の鳴り止まねえ光のステージへ登ってった。俺は俺の目的オールブルーのために、俺が全てに勝った時、俺は今の数倍強くなる。この地獄を生き抜いて、その勝負。そんな奇特な人たちがいたのに、もっと早く会いに来てほしかった。私はもう私にとって死にたいのよ。こうなってよかった。ここでいい。私は海賊、あなたたちは革命。簡単に心は許せない。招かれるまま逃げ場のない戦室へ帰れ。そうさせて。一人の時はずっとこうやって生きてきた。誰かのために強くなりたいなんて考えたこともなかった。どれだい。俺もなどん。エレーの引き連れてんじゃないの。こんなに早く。あいつも確実に消しとかにゃい。あれが噂の大問題ルーキー。どういう組み合わせだ。誰だって言う。相手が誰だか分かってんだろうな。俺もお前も海賊だ。古代兵器プルトンの設計。円の中に入って切っちゃいました。ここで一句、血も凍る黄泉の風で。